娘の、結婚について、つい先日1週間ほど前になりますけれども、長女が今の自分たちの気持ちという、ものを文書で、公表いたしました。皇嗣職大夫の、気持ちを尊重するということでしたね、についてですが、それは、結婚することを認めるということです。これは憲法にも結婚は両性の合意のみに基づいてというのがあります。本人たちが本当にそういう気持ちであれば、親としてはそれを尊重するべきものだというふうに考えています。今後の見通しでしたか、予定ですね。今回はあくまでも2年前に、2020年に延期をするということをお伝えした、ことに関わるものです。つまり2年、一連の行事が終わった2020年、というのは、今年であり、今年は間もなく終わろうとしています。やはりその間に、何らかのことを伝える必要があると本人も、考えておりましたし、私もそのように思っておりました。そのようなことから、現在の気持ちというものを、公表したわけです。ですから今後の予定、見通しなどについては、これはこれから、考えて、追って考えていくということに、なると思います。それからもう一つありましたね。殿下が以前、記者会見で指摘された多くの人が納得し、喜んでくれる状況となったと受け止められていらっしゃいますかどうか。私が多くの人に納得し、喜んでもらえるという話をしたわけですけれども、実のところ、多くの人というのを具体的に表すことはなかなか難しいと思います。長女の結婚について反対する人もいますし、賛成する人もいますし、全く関心のない人もいるでしょう。どれをもって多くというふうに客観的に、見る、言うことができるかというと、なかなかそれは難しいわけですけれども、あくまで私の、私がの主観になりますけれども、感じとしては、決して多くの人が納得し、喜んでくれている状況ではないというふうに思っています。で、そのことは、娘もおそらく同じ、気持ちを持っていると考えております。以上です。